はい。ええー、ナマステ。えっ、ー、と、このビデオは、えー、第5週のビデオですね。第5週は、この JF スタンダードについて話をしていますが、その中の2本目のビデオになります。えー、2本目は、この行動中心アプローチについてお話をしたいと思います。えっ、ー、と、これ、あの、この1つ前のビデオでもお見せしましたけど、行動中心アプローチっていうのは、行動が出発点でもあるし、ゴールでもあるし、それが評価基準でもあるっていうことですね。これどういうことかっていうと、 最初の目標が、こういう行動ができることですね。はい。そして授業はもちろん、あの、日本語ですから、その言語についての授業になりますけど、そのテストは言語ではなくて、その行動ができるかどうか。えー、それが、えー、つまり最初の目標にしている行動ができるかどうかをテストするわけですね。これが行動中心アプローチ。で、行動中心アプローチで考えるときの、えー、考え方はですね、 この行動をするのに必要な言葉とか文法は何だろうっていうね、そういうふうに考える癖があるのが行動中心アプローチの先生です。えー、反対にですね、あの、この言語が中心、そのオーディオリンガルとかね、えー、そういうのが中あのそ、そういう先生は、この文型とかこの言葉とかこの漢字を教えたらどんな行動ができるようになるだろうってね、反対の考え方をすることが多いですね。で、えっ、ー、と、 まあみんなの日本語とか使っている人はみんな知ってると思いますけど、授業の目標は何らかの言語知識を身につけることですね。ですからテストには、この文型とか語彙とか漢字が正しく使えるようになるか、それをテストとして出てくるわけですね。なので、何か具体的な行動ができるようになるかどうかはわかりません。<laughs> はい。あともう一つ大きな違いは、 このオーディオリンガルとかの言語中心の場合は基本的にみんな同じ内容を教えます。日本語はみんな同じですからね。ですから、まあ文系の順番が少し違うぐらいで基本的には同じです。だけど行動中心アプローチは、いろんな行動がありますね。例えば子供を育てる、そのためにどんな日本語を教えるべきか。あるいはエンジニアにどんな日本語を教えるべきか。これ全然違いますよね。はい。 えなので、行動中心アプローチにはすごくたくさんの種類があります。あの、行動中心アプローチの日本語の授業ですね。日本語の授業とかコースにはすごくたくさんの種類があるわけですね。はい。もう一つメタファー、例えで言うときはですね、この探検家と公開者という例えを使うこともよくあります。えー、言語が中心の場合は、えー、より広く、えー 知りたい。で、日本語っていうね、そういう言葉の森全体を調べたい。そういうのがどっちかというと探検家っぽい、言語中心の考え方ですね。行動中心の場合は、えより遠くに行く、まっすぐ目的地に行くっていうことですね。そしてより道をしないえ。そういう意味で、この航海者船に乗って目的地に行く、そういうイメージが行動中心アプローチには近いと思います。 えー、これ、ドゥオリンゴっていうね、私が、あの、えっ、ー、と、ヒンディー語を勉強しているアプリなんですけど、例えばこれがね、あの、ハム、シブシアンナヒンヘですかえー、っていう問題が出てきて、私がね、We are not vegetarian って書いたら <laughs>、罰だったんですよ。あの、それで何,何かって言ったら、これ、私は、私たちは野菜ではないっていうね、えー、そういう、あの、例文だったわけですね。ベジタリアンではなくて、私たちは野菜ではないっていう、そういう文でした。でも あの、行動中心アプローチでは、あの、こういう言葉が必要になることはまずないですよね。レストランに行ったら、その、私たちはベジタリアンではありませんよ、肉も食べますよっていうことを言うことはあるかもしれませんが、あの、私たちは野菜ではないなんていうことを言う必要がある、そういう場面というのは私には考えつきませんね。なので、これは、えー、行動中心アプローチではなくて、言語中心的な考え方です。 えー、ドゥオリンゴにはね、他にも私は魚ではないとかね、えー、ピーターは4月には何も食べないとか、そういう、えー、ありえないような例文もたくさん出てきています。これは行動中心アプローチではありません。はい。もしですね、もっとたくさん知りたい人は、この JFND 行動中心アプローチ2021っていう、そういうウェブサイトがありますので、それを検索して、実際の例もたくさん見てほしいと思います。はい。えー、次のビデオでは、この、 えー、JF スタンダードの中の一つの、えー、とても一つなあ、とても大事な概念である CanDo ですね。はい。これについて、えー、お話ししたいと思います。はい。フィルミレンゲー。